時間から行けるとこってあんまなくない。まあ一応いや9時までやってる。じゃあ片付けますか。俺片付けにかかりますか。待って、また来るか。お金することねえでしょ。まあいいね。とりあえずね、間でこう繋いでるからね、それは美味しかったよ。ね、トラゲンさんやったけど、美味しかった。うん、あれは良かった。そうか、ここ朝日だったっけな。朝日だるま、あの金瀬の時にあったあれだよね。あったの。そうだな、そう、ここまであったの。だるま寿司って違う、あそこは小僧寿司や。ハイブリッジの方に、高橋の方、高橋のジャスコの近くに、あれは小僧寿司か。あるな。小僧寿司もうないよ。もうね、愛知県には田原しかない。だからだよ、あそこ。もうやっぱ小僧寿司もな。かつては映画を送ったけど。今株価23円くらいだね。え、100株単位ね。100株単位。100か1000かわかんないけど、1株23円。まあ1000株でも2万3000円。ちょっと話したんだけどさ、トイレとか済ましたっけね。そうだね。そうだね。ちょっとね、ちょっとあの、いられないから。おう、大丈夫。俺もよう、あのトイレを使うわ。安心して、はい、使どうぞって言われたら、俺も無理。そこは自分もちょっとね。なので、もしかして、もう普段からあのトイレ使ってねえの。いや、使ってるけど、私人間だけど。いや、もう近くのコンビニで、あとあんまり、うざく、隣壁薄いから、そうだろうね、でも、うちに来ても本当に、することないの。やるべきことはある。やるべきことある。することはないかもしれないけど、やるべきことはいっぱいあるんだよ。もちろん、片付けないと。いや、あんまりさ、ちょっと、なんだろう、まあ、片付け明日やるか。この時明日やるか。じゃあどうしよう。だからタオル貸す方は龍泉するよ。いいよ、レンタルカータオル借りるよ。いや、うちはちゃんと洗濯はしてるけどね。いや、洗濯物干してる環境があれだろ。いや、あれ今日はさ、天気悪かったからよ。今日はあの曇りで天気で、乾きが悪かったから室内に干してるだけで、ちゃんとうちはそこはしてる。生乾きの匂いだけだから、ちゃんと部屋干し OK の洗剤で洗濯したし。今話してる後ろに、はい、あのキャプチャーしたやつ画像をパチッパチッとするはずやから俺。そんな面白いこと言ってない。ニューセンチの湯は行きたい。たぶん、龍泉寺の湯やったらもっと後でもいいでさ、どっちかというと今の時間飛んどるやろ、あそこから。そうだね。まあ、とりあえずタオルを取りに行くかい。そうね。ついでにちょっと預けてもらうやつをちょっとまとめようかな。まあ、ちょっと軽くまとめます。軽く。なるほどな。捨てたいなと思ってんだけど、今さらラブライブとかいいなと思うんだけど、メルカリで売るかなって思ってるうちに、もう今日までなっちゃったから。メルカリじゃなくても、もうするかやでいいじゃん。もうまとめてドーンと送り切れるタイプのさ。あれ便利よ、結構。なるほどね。なんかオースにもできるしね、もっと。あ、そうなの。なんかお宝倉庫だったっけか、ファミリースケーレスのさ、あれがなんかするかやになるんだって。へー、買収すんだ。買収はちゃんとオースだけかもしれない。わかんないけど。オースのお宝倉庫ってことか。オースのお宝倉庫がファミリーズ。微妙な位置やもんね、あれ。駿河屋のような。まあ、流行ってなかったもんな、あそこのお宝倉庫。うち
私大須にあるお店知らなかったんだけど、どこらへんなんかハズレハズレ、ボークスボークスみたいな感じらしく、あれ虎の穴も作って大失敗してんやん、大須、はいはい、あれでもあれお宝倉庫やったっけ、俺別の店を持ってるかもしれん、お宝倉庫あったっけ、山頂の方向かったとこになるんですから、あれがお宝倉庫じゃなかったっけ、もうすぐ降りてくる、あ、こっち、うん、そうそう、あ、そっか、それによって車の置き場が、え、一旦は来るか、一旦行くか、ちょっと、座るとこないけど、あ、濃い味飲んでるね、やっぱこれ、特報になってからさ、特報じゃないや、機能性表示食品になってから、うちもケース会社よ、これ理論上、そりゃそうだろうなと思ったけどさ、うん、あ、でもじゃそのガレート型カテキンにそんな効果あるって知らんかったわ、ん、いや今から始める前提でさ、やるぞ、見つけるぞ、まずいな、このカメラ置こうとしたところからまず何何もうカサ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 説明文とか、これ何なの、これは使うやつ、使わなかったやつやな、うん、この中には洗剤入りの水が入ってる、なんでなんかに再利用できないかなって、何なんかサプリメントケースに再利用できないかなと思って、軟膏の使った後のやつをきれいにしてたとこ、これを水で、あ、じゃない、あ、あとで水で使うからな、何に使うの、だから、後ろから持って帰って何するの、はい、だからさ、こういうさ、なんでの、やるよこの目薬は使ってるのかい、使ってる、やっぱキャップで一応まとめるか、電子レンジ欲しい、ん、電子レンジ一応あるよアイリスと山のやつ、これパナソニックのがあるよ、あこれ安物だったけど、なんかなかなかやったもんなくてね、だろうね、あ、でもうちのよりはワット数高いんだけどな、うちの最大のコストマットやからな、言って古いやつやでさ、今パナソニックって言ったけどさ、銘柄ナショナルになってるからな、ああで、これも安物買いのなんちゃうやと、そうか、これほんと使いね、確かにその落ちてる血ほこりは吸えるっていうぐらい、レベルどんどんこれしかないからさ、吸える範囲これだけなのよ、こういうのこれ吸わせる、なんて言ったらやったら、よく言えば静かだよね、悪く言えば吸い込まれたって、そのオートセアやつも捨てるよ、捨てるよ、あ、うん、貼り付けのようについてます、ここも捨てて、あ、いいよ、これは残しとくか、洗濯パスも使うのかな、あ、使うな、なんでこんなんでわざわざ入る、いや、あれだな、もちろん湧いたんだな、いや、小梅はすごかっただろうな、お普通は出てない、うん、あ、でもさ、さ、今年さ、いろんなプリン出て、うん、1匹、うん、ちょっとしよう、これとも使いなさい、これとも使いなさい、これさ、一回使ったけど、3日で目の臭くなってやめた、まあ、でもまだまだ使ってるんで、大丈夫か、うん、いや、なんか35だし、もう、ちょっと気にした方がいいかなって、これ、そうだね、使うのがめんどくさいとか、うちの、湿疹、アトピー肌に合わんなくて、ダメじゃん、じゃあいただくわ、はい、でも、それ持ち帰り用の服だ、ドンキの袋でも借りようかな、
さ、これ去年のクリスマスにさ、買ったやろさ、クリスマスキーのさ、それ絶対去年のクリスマスだ。あ、昨日の。あ、昨日のザ・ビッグ、あの、さっきの、骨付きチキンにさ、もう食いきます。で、その後も、骨付きチキンの骨は今、ベランダにありますって。大丈夫。髪の骨があるのに。タオル貸すからユウさんに。あ、いいよ。できたらタオル借りるよ。いや、うちはちゃんと洗濯はしてるからね。いや、今日曇りで天気で乾きが悪かったから室内に干してるだけで。ちゃんとうちはそこら辺してる。生乾きの匂いだけだな。そのベランダで干したタオルが大丈夫って君が言い張ったんだね。大丈夫じゃないね。で、なんでさ、このさ、歯磨き粉がさ、あちこちに転がってるのは、それはもう使い切ったんだよね。使い切ったけど、まだ使えるかなと思って知らない。してるよ。温度も上げてるよ。なんで一番さ、転がってるかな。あ、ちょっとあんまりその辺ちょっとあんまり床汚いからあんまり見ないで。いや、とりあえず端はここにまとめて、ここにペットボトルのキャップの跡は持ってるよ。うん、ペットボトルのキャップは、ね、あ、それまだ中のケースに入ってるかもしれない。ごめんなさい、これはだったら俺今日もう掃除を自分はね、こういうなんか説明書きが書いてあるのはいつか見ると思ってしてないんで。シャロンだって捨てた。何の説明なの、そんな大事ない。いや、あのペットボトルにそのままダイレクトの中で飲めるキャップです。でも見なくたって今日4件でも使えるわ。これ燃える、これゴミ、ゴミ袋燃える、燃える、もう細かいゴミ袋がもう燃えてるから、あ、あのね、片付け放棄していいよ。あ、メガネケースよ、それは。入ってんじゃん。あ、入ってる、入ってる。コップ入れないよ。あ、なんか、この調理器具を使わずにしてきたんだね。うん。いや、あんまり電気コードって信用してないから。ごめん。君の大丈夫の方が信用できない。あの、この、これはね、ずっと1年くらいね、ゆで卵を流水で冷やすのに使ってた。とりあえず、分かった。ここ、あ、これ、これがそうだ。そうや、どこ行ったかな。あ、大丈夫だったの、この状態か。あんまり言うこと深いもしねえのに説明して残っといてどうすんだよ、お前。おっしゃる通り。いるのかい、ここで。これ Amazon で300円ぐらいで買ったけど。さっきの持ってんだろ、これ。これが、あ、はい、色白いやつ、うん。あとは言っとけろ、目くついて。うん、開封したら汚れそうだから、うん、そうだね。持って冷蔵庫いくらでもしまおうか。え、普段冷蔵庫なの、これ。汚れそうだ。あ、そうなの。汚すぎて。いやいや、そんなことない、そんなことない。夏場は冷やすけど、そんな大丈夫だよ。使い始めたの10月だから大丈夫です。あんた、じゃあなんでこれの説明書残していないんだよ、むしろ。メグスリはもうリピートすれば大丈夫です。さあ、はい、もう、あれだ、行こうか。いや、とりあえずペットボトルはもうまとめてさ、あの量がどっかに出してこよう。ああ、だからこのすぐ、もうこの敷地にそういうとこあるから大丈夫。ペットボトルのキャップは？はもう燃えるゴミに入れてる。あ、ここでは。あ、
まあ、それこそコンビニがぶちゃぶちゃのって言うとこじゃいいで、うん、あのペットボトルのキャップやったら、うん、あじゃあペットボトルとかは一応市の指定のやつに入れた方がいいのか。あのあのね、そのダイレクトに取り込んでる。もう中身を膨らんだなって。じゃあなんでこんなに飛び込んだの？袋？いやいやいや、ペットボトルとか。これでもさ、捨てたんだけど、めっちゃ捨てたんだけど、まだこんだけ出てきたっていう。ここを片付けたら。だからどんだけ広かったか、想像できる。その中に気にするのいらないのか。これは、まだいると思ってるものがある。ビンも、ビンは指定の袋ではなくて、ビンの袋にいてもいいのかい？あ、ビンもその、もう向こうにカゴ、カゴ？大きいカゴがあるから、その中にぶつけられる。ビンは、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 これないっていうのはあんまりちょっと絶対にするかよ。あ、でもまだ新一件聞いてないわ。よかったね。いいよ、そんな辺は自分でやったらいいんじゃない？聞いた。やってなかったから俺やってたの。時効過ぎてんだ。実家から使う分だけ持ってきた。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。いや、だから、先々月に実家に帰った時に、うんうん、これをまとめんといかんから、うん、その分だけ次で持ってきたんだけど、うん、まあもうこの状態から分かるようにそこら辺ポンポってだろうな、うん、先々月だもんな、うんうん、今20人しか20人しか行ってて、このハサミがね、こそないかね、うん、そうだそうだ、布団の枕の横にあったから俺どうやって寝てるかと思った。俺今ならあの掃除ができる人の理論って一つ分かるもん。実際に使うかもと思って取っといて1年以上使ってないやつを絶対に使うことがない。ああ、よく言うけど、うん、そういう理論は分かってるけど、うん、なるほどな、やっぱ引っ越しなら買ってることをね、どうしても見せつけられたわ。で、多分ゴミの量で言ったら、うちも多分量があんま違うこと言いやるから、うん、からいや、もう生ハムだけは多分それって言うけど、うちのまではね、生ハムではないけどね、バナナとかみかんの皮が乾燥みたいなは？あれ？はい。今きれいよ。今前回やって散々一言になっとった。毎回確かに言われてみれば、なんかベランダは毎回なんか一言になっとった気がするけど。ああ、だからですね。その機器を見るのは言うからこれだからな。あ、そうです。これ再利用も買わないといけないのや。今度、水木奈々さんのライブ。そう、この跡地を。ちょっと待って。え、どういうこと？ここには、昨日まで山ほどのバナナの皮と、みかんの皮と、あと生卵の殻と。俺、これ、お水木さん、警察官疑われるぞ。大丈夫、このちゃんと後で水撒いて、ゴシゴシさせるから。っていう状態に立ったんですよ。その上でこしてんだよな。ああ、変わる。でも、ね、すぐこの何乾燥して虫はそんなに多くないから。こうしここ来るよね。あ、来る。うん、実際ここにタオルだよね。あ、まあね。うん、分かった。これはね、あの温度無用でね、流水というは電卓タオル。いや、この一回、これ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 、